日のお医者さん、樹木医が誕生しておよそ2年。全国で1、2期生150名余りが活躍しています。江戸川区の造園業小池さんは樹木医2期生。地元のお寺の150年を過ぎた胃腸の巨木を移植したばかりとあって、手入れに4年がありません。この樹木医制度は平成3年から実施されたもので、 7年以上の実務経験者なら誰でも受験できます。樹齢600年、東小岩の善葉寺、養合の松も15年前から小松さんが診断整備を行っています。荒れていた地盤の整理、折れた枝の切り口へ薬剤の塗布、松の枝の支え柱を設けるなど、お寺との協力で四方に広がる見事な枝ぶりは樹木の診断、治療の大切さを教えています。 府中駅前の欅並木には250年を超える巨木が続いていますが、長年にわたる自動車の重み、ガス鋼害などで樹木の痛みはひどくなるばかりです。府中市の依頼で欅の根の調査を行っているのは、園芸会社に14年勤めるカニワさんで樹木医一期生。 一メートルぐらい掘ると巨木の根が現れましたが、二本とも腐っていました。土の高度も標準より2倍の硬さ。これは車と舗装のために土が固まり、根が生育できない状態を示しています。この欅並木の保存再生には、車道をなくすなど、行政と樹木医の協力が必要のようです。 明るい日差しのもと、緩やかに流れる隅田川。岸辺の隅田公園では、両岸にある千本のソメイヨシノの桜の木の手入れの最中です。手入れの指導をしているのは、樹木医一期生で、台東区役所公園課長の大口さん。 懐枝の剪定、枯れ枝の処理がベテラン職員によって手際よく進んでいきます。木を健全に育てて良い花を咲かせるために施肥も十分に行います。寒い時期からの樹木への整備が春に美しい花を咲かせるのです。木の病気も人間の病気と同じように診断・治療されるようになれば、 樹木医の活躍がいよいよ期待されそうです。